グリーン島は航海北部スエズ運河南側川口に位置する人工島。スエズ運河南側で入り口の防衛目的で建設された要塞島でエジプトとイスラエルの消耗戦争中の1969年にイスラエル国防軍特殊部隊の襲撃を受け破壊された。グリーン島は第二次世界大戦中に イギリス軍がスエズ運河防衛のために建設した要塞で、スエズの南約4キロメートルに位置する。島は、産後省上に、鉄筋コンクリートで建設され、全長1 4 5メートル幅5 0ル周囲を高さ2 4メートルの防波堤で固め、防波堤上には侵入防止のため、紙掃除上有刺鉄線が設置されていた。島の中央には大きな中庭と、 平屋建ての弊社があり、島の北端には高さ5メートルの円形の塔に、対空レーダーと、機関銃陣地を設置し、コンクリート製連絡橋でつながっていた。島には、多数の機関銃陣地、対空砲陣地が、コンクリート製バンカー内に設置されており、島の南側は岩場となっていた。消耗戦争中の1969年7月19日深夜、 イスラエル国防軍特殊部隊のシャイエテット13とサイエレットマトカルの隊員40人が島の無力化を目的に襲撃。島には約100人のエジプト軍兵士が駐留しており、銃撃戦の末、エジプト軍は30名以上が戦死、イスラエル国防軍も戦死者6名、負傷者11名を出したが、島の北側で176ポンドの爆弾を、 被爆させて施設の破壊に成功している。ありがとうございます。